はいどうもかンぱ園長ですじゃあこっちのチャンネルでもね、えー、最初はこの選挙の話というか選挙後の選挙後のなんかこのくすぶってる感じの話ですかねかご登場人物がまたこの蓮舫さんでしょで石井さんですかねでもなんかもうご本人が何か言ったやったとかってこのやらかしたっていうよりもこの取り巻きの連中っていうのかな周り外野ですかね、まあ、ある意味僕も外野なんで、ね、外野うるさいですね 僕も黙っといた方がいいかな。は <laughs> <laughs> い,いえ、言わせていただきますやとい,い,いうことで、で、まあ、三つ目、最後は、あの、広島松本さんの、うん、まあ、例えばこの告発者、ね、あのなんか、英子さんからいくつまでありましたっけ何人かいましたよね。うん。んもう、ことごとく、なんか、ね、返り討ちじゃないけど、うん。ど、どう責任取るつもりだかね。 <laughs> さてと、じゃあ、えっ、ー、と、そうだな、えー、蓮舫さんからいきましょうか。蓮舫さんというか、まあ、小池さん、小池さんとこの駐日イスラエル大使のね、ギラット・コーヘンさん、ね、2年前の写真をっていう、あったじゃないですか。ね、さっき見たやつ、さっきというか、もう1個の方で見たやつね。うん。あれに対して、もう東京都があまりにこのなんか騒ぎが大きくなっちゃったもんだから、<laughs> なかなかの炎上ネタだったんだ。 <laughs> なんだ、蓮舫さん、わざとかあ、あの人なんか素でやってそうだよね。ね東京都が声明を出す、うそんなはめになったそうですね。うん。っていう話と、あとなんか、この蓮舫さんにアクロバティック用語で、えー、この米山さんがね、この元同僚、ね、米山議員がね、違うと。それ違うと。これなんかシールの話らしいですけど。なんかほら、ロケット弾の R シールあったじゃん。 ね、この都内のそこら中にベタベタベタ,タアホみたいなこの信者どもが貼ってったやつだろうん。あれなんか知らばっくりてたじゃん。本人は知らぬ存ぜぬだったし。ね。うん。なんかあれでもさ、立憲のどなたかがこの剥がしてたよ。ね。で、それをなんか、けしからんっつって、同じ別なこの、同じ立憲の別な人になんか、ね、いらんことすんなと。関係ねえんだぞ、我々は。みたいな。なんかよくわかんないこのなんかね、ツッコミ食らって、なんか面食らってましたよね。 え、だってどう考えたって連邦陣営がやったんでしょあだから立憲としては関係ないっていうスタンスなのか。うー。いや、剥がしてこいよ。お前らが剥がせよ。え、うんな日本全国汚すだけ汚しやがってよ。普段から。え、国会は汚すわ。日本の政界そのものは汚すわ。え、うんなシールぐらい剥がしとけっつんだよ、お前ら。ったくよ。 ショーもね言い訳ばっかいっちょ前だよな。まあいいや、っていう話をちょっと順番に見ていきましょうかね。えー、東京都が声明、ネットで物議の中日イスラエル大使と、えー、小池都知事、ツーショットの,この写真、ね、これにこのなんかこの噛みついてきた、<laughs> で違いますよ、ね、この逃亡っていうなんか一連の。 で、えー、これ、なんかこのね正式にこの説明をする、そんなあ騒動になっちゃったんだってさ、そんなところで活躍してどうすんだよな、本当と。東京都の公式 SNS が10日に更新されて、ネット上で話題となっている小池しん、えー、都知事と、えー、中日イスラエル大使、えー、ギラット・コーヘンさんの写真について言及しましたよと。えー、7日投開をされた任期満了ともなく東京都知事選挙。 史上最五56人が立候補して、それぞれの,この候補者の人たちって今何やってんのかな <laughs> まあ次に備えてるっていう人もいるし、とあ目的を果たしたからやれやれみたいな。っていう人が大半なんだよね。確かね。うん。で、えー、まあ現職の小池さんが270万票以上を獲得し、えー、参戦を果たしましたと。ねえ、小池さんですよ。 えー、小池さんの当選を、中日イスラエル大使のギナト・コーヘンさんが SNS を通じて祝福していましたよと。えー、小池氏とのツーショットを掲載し、小池さん、東京都知事再選おめでとうございます。あなたの継続的なリーダーシップは感動的で、東京とイスラエルの絆がさらに強化されることを期待していますと。えー、新任期のご多幸をお祈りします、まあ。そういう内容の投稿だったんですけども。でこれが、えー、昨今のイスラエル情勢を受けてネット上で物議を醸していると。 蓮舫さんの名前はなんか巧みに伏せられてんだよな。<laughs> あ言われちゃってるわ。<laughs> 伏せてなかった。で、まあなんかそれはいいんですけど、まあよくはないですけど、この立憲のね、この米山隆一さんが、えー、このロケット団のこの R シール、ね、蓮舫陣営の R シールは、蓮舫陣営のやったことではないと。貼った人が剥がすべきって言ってるんですけど、これどう思いますだって蓮舫陣営が貼ったんじゃないんですか <laughs> そうなんか証拠でもあるんですかって、それあなたの感想ですよねって言われちゃうのかな、<laughs> <laughs> まあ、そうね,ね、僕はもうこういうところだと思いますよ、ね、もうなんか、まあ、一緒くたにすんなと、ね、立憲は、ね別まあ、蓮舫さんもう立憲ではないですけども、ねこの人だ、こんな人たちだば,ばかりじゃないんだ。 ね、そう言いたくなる、ね。そういう人もいるかもしれないですけど、でもよく言い表してるじゃないですか。ね、例えばもう誰が貼ったとか関係なしに剥がせよって話じゃん。えだって、ただのゴミだろこんなの。うん。で選挙期間中にこの良かれと思って盛り上げるつもりで、ね、なんか連帯感とか一体感みたいなこの、なんかそういうのを装うつもりで、ね、やったんだろううん。終わったんだろうで、負けたんだよな、うん。剥がしてきれいにしとけよ。 普通に元に元戻せよよって話ですよね,、うん、ねなのに、ねうん、だって現状は、ね張りまね、誰が貼ったのかもうはっけいって関係ないんですよ。貼、ね、ってあるんだろいまだに貼りっぱなしのところが多いんだよな。はがりきってないんでしょ、うん、だとしたら、ね、じゃあ例えば政治家としてあ、蓮舫さんも政治家ではないですけども、ね、発信すべきは、ね、例えば蓮舫さん、何つってましたっけ いや知らぬ存ぜぬの,の一点張りでしょじゃあ米山さん今回なって,て言ってましたっけ貼った人が剥がせって言ってたんですよね。うん。いやえだろ。率先して剥がしに行きますじゃないの。ねえ、誰のために貼ったのか、何のために貼、ね、ったのか考えたら、ねお前ら当事者の一人だろ、それぞれが。まあ、こういう残念なとこだよね。うん、だからこそお前らに信用も信頼もないんだよ。 うん、アホですよね、それこそもう人としてどうかと思うって言われてもしょうがねえよ。うん、だから結局こういう輩からを支持している人たちも、ね、この程度のモラルとか常識の持ち主なんだなっていうことが、ね、改めてですけどよく分かりますよね、うん。たかがシール1枚、サレド1枚ですけども、うんね。立憲民主党党としても。 ね、あとはこの元所属していたこの蓮舫さん個人も、ね、自分たちが、あるいは自分がやったものではないので関係ない、張った人が剥がすべき、でそういう対応をしているからこそ、ね、我々国民有権者はお前たち、ね、まあ、お前たちだけじゃないけどね立憲、共産、社民、令和以下同文、ねうん、お前たちに対して、ね、不信感を抱いている現実を思い知るべきだよ。まあ、多分できないとと思思ううからそのままだと思うけど ねえだってお前たちはだって常日頃からかさ、ね、説明責任だの関係者がやったことは首相が責任を負うのは当然だとかって言い放っときながらこれ,これかよああなんだおめえてめえのシール貼りはいいシール貼りで剥がさなくていいってかうんアホかうんそんなんだからねお前たちはいつまでもそのざまなんだようんねえだってつじつま合わねえじゃん ねえいつもお前たちがこの要求していること、ね、えいざじゃあ自分たちが責任取らなきゃいけないことが発生したわけだろ、うん、最後まで責任取れよえー、ねえなんかもう別にこの仏壇坪民党や坪総理を擁護する意図は欠片もないですけどもふ、ね、うん普段からてめえたちはねえ事故、うんね、あとこの総理に向かって、ね、追及かけてきたんだからさ ね支持者がやったことだから関係ないの言い訳は、ね、一切通用しないと思いますよ。うんまあ、少なくとも立憲が、ね、この率先して、ね、ステッカー剥がしでもしていたらさ、ね、少しは蓮舫さんとか、ね、今後の立憲さんに対するイメージ、ね、ダウンは避けられたかもしれないけど、ね、なんか最近このなんかニュースや選挙後、ね、謎の,この立憲だけなんかこの支持率を大幅に下げているなんでかなみたいな。ね 当事者のこの立憲のなんかこのね、誰だっけ戦隊のあれ。なんでかなーって言ったけど、こういうところだよ。ね。うん、まさに自業自得だよ。うん、理由もあるよ、うん。そんなだからだよ。そんなだから支持されねえんだよ、国民から。うん。だからこういう対応のね、まずさというか、もう人としてどうなのかっていうレベルだよ、やっぱり。そういう一つ一つが結果的にてめえたち立憲に対するね、 負の印象っていうかな。うん。ネガティブな印象ばっかり、このね、積み重なってって、ね、指示されねえんだよ。うん。不思議でも何でもないよ。当然の結果だよ。うん。恥を知れだよ、本当誰かのセリフですけど。<laughs> ということで、今回は以上です。